こんにちは。朝5時半です。今日は昭和の日ですね。気温は12度、ちょうどいい感じです。金魚草カリオンの花が賑やかになってきました。アンティークとホワイトですね。ジャーマンアイリスは開花直前です。アリウムパープルカイラ、随分咲いてきましたね。ダッチアイリスが一輪だけ咲きました。黄色と白で綺麗ですね。結構背も大きくなっています。ジャーマンアイリスとアリウムが写ってます。チョコレート色のヤグルマギクです。他の色も咲いてるんですけどもね。これはデルフィニウムオーロラブルーインプです。オーロラディープパープルも咲いています。ゲウムマイタイ、花はだんだん白くなっていってしまいますね。ヤグルマギク、このブルー系のアップにしたらば可愛いですね。桃色オーデマリメリーミルトンです。後ろに見えているのはスモークツリーグレースです。背が高いですね。オーデマリ、ほぼ満開なんじゃないかなと思います。遠くからでもよく目立ちます。桃色オーデマリジェミニ、今年は桃色が薄いような気がします。ブルーベリーの花です。たくさん咲いてますね。たくさん実がつくと思います。ボタン花火は花を閉じていました。開閉運動をするんですね。新七福神のつぼみがピンクになってきました。島大臣も花を閉じてますね。ボタンは剪定の仕方が難しいのでまだマスターしていません。シジュウカラが金木犀にやってきています。今度はスモークツリーにいましたね。つがいでやってきてるんですが、こうやって電線に仲良く止まっているの珍しいですね。左上がモズ、右下がムクドリです。10時半になりました。気温は24度くらいですかね。よく見えません。ガルビネアスイートフロスティング、向こうに見えるの、名前を忘れました。ガルビネアマジェスティックライトピンク、葉っぱより花が目立ちますね。ドワーフアイリスのピンクっぽいの一つ咲きました。マジェスティックイエローも一つだけです。ガーベラの葉っぱに紅しじみが止まっています。大河ドラマ光る君への中にもこの紅しじみ登場したような気がします。早咲きルピナスです。風が吹いてますね。なんとジャーマンアイリスピュアーズゴールドパッと開きました。もう一度別な角度から見てみたいと思います。ボタン花火も開きましたね。昨日は真夏日になって日本一の暑さということでしたが、大丈夫でしたね。島大臣も復活しています。何日持つでしょうね。このボタンの花、風がすごいですね。デルフィニウム、もう一度見てみたいと思います。ブルーインクと、ディープパープルですね。あともう一色咲くと思います。アリウムパープルカイラ、綺麗に咲いてきましたね。色もはっきりしてきました。星形の花ですね。丸尾です。今日は、ここのお祭りなんですね。山から笛の音が聞こえています。昨日ほどは暑くないので気持ちよく寝られそうです。今日はこの辺で、バイバイにゃん。